まあ、要するにですね、いい写真をこう見たときに、じゃあ自分もこうそのように撮ってみようと思ったときに、そのじゃあカメラのどこをどういじったらいいのかってことが分かったりとか、実際自分が今こう撮ってみました、撮ってみたらあれなんかこう違うなとイメージしてたのと違うなと思ったら、そのときにね、じゃあ設定をこう変えてみようとか、それができればいいわけじゃないですか。写真っていうのはですね、こう絵を描くことと違って選択をしていってこう出来上がるものを選んで選んで、今日だってそういうことを勉強したので、その見方が変わってくると思うので、そういうのを見ても勉強にはなってると思います。で、撮ってすぐの時はまだその撮った自分の感情がこうあるから、なかなかその客観的に見えないというか、ポイントを決めるときに大事なのは、このこういったそのラインに合わせてとか、そういうことよりも空いてる時間、これがシャッタースピード。シャッターがずっと空いたままだったら、どんどん光が飛び当たってどん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 明るくなっていく。なので